年を数えたり、記録する方法を言う。記念法には、大きく分けて、以下の3種類に分けられる。また、一部の記念法を除き、期限と言語の両方ともに、始まりになる年を、例でなく、一年として考える。すなわち、期限からの経過年数や、訴求年数を表す、奇数年ではなく、助数年として数える。記念法は、 元年と一年経過するごとに加算する原則があるのみで元日は定義しない。これに対し歴法は月や太陽の運行に従って1ヶ月ごとの日数を定めてから一年の長さと元日を定義する。つまり年月日で暦を表すには記念法と歴法の両方が必要となる。したがって改元により新しい記念法を採用した日が必ず。 元日になるとは限らず、あるいは暦の月日が不連続となることがある。日本においては、歴法と同様に、記念法も暦と呼称されたり、記念法が歴法の一部と認識されてしまうことも多く、両者が混同されることがある。西暦は、かつて記念法としては、西洋起源、正紀という語で区別されていたが、やがて混同され、どちらも西暦と呼ばれている。 現在の西暦は、歴法としては、グレゴリオ暦を指すが、記念法としては、キリスト起源である。各地域の記念法については、起源元号の項目も参照のこと。古代ローマ帝国では、元号ローマ建国起源インディクティオの3種類がよく用いられていた。その後、4、5世紀頃には、ディオクレティアヌス起源が、 キリスト教徒の間で最も広く用いられる記念法であった。しかし、西ローマ帝国が消滅した後の西ヨーロッパで、イエスキリストの少年を元年とするキリスト起源が徐々に用いられるようになり、15世紀以降に一般化して現在に至る。東ヨーロッパの政教圏では、中世から近代まで10世紀以降の東、 ローマ帝国で使用された世界創造起源が使用されていたが、現在は西暦が一般的である。中東のイスラム圏ではヒジュラ起源が東南アジアの仏教国家では仏滅起源がそれぞれ広く用いられている。漢字文化圏では長らく言語と絵とが用いられてきた。しかし中国では侵害革命によって言語は廃止され民国起源が施行された。 その後に成立した中華人民共和国では、民国起源は廃止され、キリスト起源とエトが用いられている。また、第二次世界大戦での日本の降伏により、朝鮮半島とベトナムでは、元号が廃止され、キリスト起源とエトが多く用いられているが、数ー期ダンクン起源、主体起源、越南民主共和など、私、年号を含めて、独自の起源も用いられている。 現在の日本では、言語、漢詩、キリスト起源、人務起源、転孫起源の5種類が用いられている。なお、漢字文化圏では、民間においては、えとのうち12種を動物に見立てた12世にで年を数える記念法が広く使われている。ありがとうございます。